はい、和正です。今日はこちら、久しぶりですね。ヤフオクでメダカの卵を購入しましたので、こちらをね、成長させた動画を見ていただこうと思います。いや、今日はね、外がめっちゃ暑いんですよね。梅雨明けしてないんですけど、梅雨明けしたぐらいの気温になってますね。福岡県で34度の予報となってましたので、実際はね、それ以上に暑いと思います。そんな中ね、メダカの卵が届きましたので、これをね、開封、そしてどんな状態かっていうのをね、見ていきたいと思います。今回はレッドクリフの紅白、こちらをね、購入しました。この品種はね、もう少し前に、リリースされた品種になりますね。だいぶね、値段も落ち着きつつありますけど、まだまだね、値段はいい値段したりしますよね。だいぶあったかいですね、この中。この中の水温見ていきたいと、やばい、だいぶ上がってますね、これ。今この中の水温37.8までいきそう。37度かな、37度くらいで、もうほとんど38に近いんですけどね。こんな感じ、37度、もう約38度ですね。いや、やばいですよね、これ。メダカの卵、このね、大きめの容器で発送してくれてるんで、まだいいですけど、これぐらいのね、小さいボトルだと、もうね、卵が煮えてしまってる状態で届いてしまうと思います。この時期はね、ほんと大きいタレ瓶じゃないと、試着して届いてしまいますね。はい、というわけでね、卵の状態を見ていきたいと思います。それでは卵の状態を見てみましょう。この方はね、しっかりと卵管理している方、たまにね、この方から卵を購入してますので、目もね、しっかりと出てますね。なんか動いてたので、何かと思ったら多分ね、ゴミですね。この方は、無精卵はね、もうないといった感じです。ゴミでしょうね、これ。動いてるの、ゴミだ。
はい、それではね、成長した姿を見ていただきたいと思います。はい、というわけで、あれからね2ヶ月が経ちました。そして成長した姿がこちら。いや、2匹しかね育てれなかったんですよね。なのであまりね、今回はそこまでね参考にはならないかなと思うんですけど、こんな感じですね。紅白というよりも白になってます。そしてね、雌雄揃ってない可能性もあるかなと思います。まだね横見をしてませんけど、ちょっとね厳しいんじゃないかなと思ってます。まあ、ただねヒレを見る限り、まあレッドクリフの紅白で間違いないかなと思います。赤がねありませんけど、横身をねそしたら見ていきたいと思います。はい、こちらが上身となります。見た感じめちゃめちゃ綺麗ですよね。これはこれですごい綺麗な感じですね。もう白勝ちといった感じですかね。で、上身で見る限り、これ左がオス、右がメスのような気がするので、これはまさかの類代ができそうですね。紅白になってませんけど、これはこれで面白いですね。いや、多分ね、左がメスオスで、右がメスだと思うんですよね。すっごい綺麗、これ。レッドクリフ紅白と言われてもね、わからないと思うような、見た感じとなってますけど、これはこれでね、すごい、綺麗ですね。うん、間違いないと思います。はい、こちらが横身となります。やはり雌雄奇跡的にね揃ってましたね。左側がメス、右がオスとなってます。左側メスの方の尾びれがね少し閉じ気味、ギリギリセーフぐらいですけど閉じ気味なので、少し様子見をしながら、この子たちからね卵取ったら面白いかもしれないですね。いつもでしたらヤフオクでねメダカの卵を購入したらミックスの方でね飼育をするんですけど、ミックス容器の方でね飼育してるんですけど、この子たちはこれはこれでね表現が面白い。これはね一度類代をねして楽しんでいこうかなと思います。今回はレッドクリフ紅白を購入したんですけど、まあ白勝ちのね子しか出てこなかった、まあ2匹だけなんですけどね、15匹中2匹しか孵化はねしなかったですね。まあ、残ったこの子たち、たまたまね雌雄が揃っているということなので、まあ、ここからね紅白にな、次の子でね紅白なっていったら面白いかなと思います。上身はねとてつもなく綺麗だったので、いや非常にねこれは楽しみな卵の子たちとなりました。まあ、月の子でね紅白出なくても非常にね綺麗な品種で、さらにね改良していったら面白くなっていくかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はレッドクリフ紅白を育ててみた結果という動画をお届けいたしました。またねメダカの卵育てていきたいと思いますので、
気になる方はぜひチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。